2002年沖縄県知事選挙は沖縄県の執行機関である沖縄県知事を選出するため2002年11月17日に投票が行われた選挙である。知事の任期4年が満了したことに伴って実施された選挙である。なお、県知事選挙と同時に沖縄県議会国上軍区の補欠選挙も実施された。選挙は現職の稲峰恵一と 元副知事の吉本正則、共産党推薦の荒垣茂信による事実上の三つどもへの選挙戦となった。共産党が独自の推薦候補を擁立したことで、1968年の琉球政府主席公選以来続いてきた革新共闘が崩れた。在日米軍不天間基地施設の是非や高い失業率の改善など、経済振興策を争点に争われた。 選挙の結果、現職の稲峰が再選を果たした。普天間基地移設問題では、稲峰が名護市に建設される予定の代替飛行場の米軍使用期限を15年に限定することを主張。対する吉本は、米軍岩国飛行場への移設を提案。荒垣は無条件返還をそれぞれ主張した。立候補者は以下の4名である。 現職の稲峰が吉本と荒垣を大差で下して再選を果たした。投票率は57.22%で過去最低となった。稲峰は現職としての知名度と強み、自民、公明の盤弱な選挙協力で選挙戦を終始優位に進め、全権的に支持を結びつけることに成功したことが勝利の要因となった。一方、敗れた吉本と 荒垣は出馬が9月と出遅れたことと候補者選定段階における核心系分裂が原因で大敗した。県議補選国上軍区3市が届けで2002年11月8日琉球新報 AB 沖縄県知事選挙投票結果沖縄県選挙管理委員会沖縄県知事選挙告示荒垣稲峰吉本氏ら届けで2002年10月31日 琉球新報沖縄県知事選挙開票結果沖縄県選挙管理委員会県知事選稲峰氏が再選投票率は過去最低の57.22%から2002年11月17日琉球新報ありがとうございます